どうも皆さんこんばんは、カカトトです。今回ですね、なんか10連福引きコインが配られてるっぽくて、でなんかその中に実はトリプルゼッターのあのエンマも出るみたいな話を聞いたので、まあ、出ないと思うけどトリプルゼッター狙って、はい、回し30連回していこうと思います。で、まあ出ないと思うから、まあ、トリプル S さえ出れば、まあ、当たりって方かな。ちょっとあのコインの白か黒かの真相を見ていきたいと思います。では行こう。10連目。ちょっと今回の、まあ、多分トリプル絶対無理だと思うから、目標としては Z ランクを出すこと。Z ランク以上出すこと。まあ、Z ランク以上出れば、まあ結構このコイン信用あるんじゃないかと思うけど、絶対に出し、あの運営さん出してくれないような気がする。とりあえず1個ずつ開けて、まあもしかしたらね、赤から出るっていう可能性もあるからね、ちょっと1個ずつ慎重に開けていきたいと思います。当たる気がしねえんだよ。やべえ、全く出る気配がない。閲覧もうキーにかけます。僕はキーにここで今 S 出ないで、さあ、うん、ちょっとしてた。20連目。20連。さあ、もう僕は全く出る気がしないけどガチャを回していくよ。もう心がこれはまさか、うん、もうなんか嫌になったけど元気よく回していこう。いや絶対出る気しない。え、トリプルゼッターってさ、虹からじゃないと出ないってあるから、金から出ませんよみたいな、なんかトリプルゼッター出た人教えてください。てか、あのトリプルゼッター出た人いたら教えてほしい。もうなんか僕の友達が出ましたよでもいいから、いたらガチで教えてほしい。え、絶対出る気しないよ。なんか他の YouTuber さんとかで、なんか出たって人いないかな。後で見とこう。ことごとく外れていくカプセルたち、そして最後の金も外していくと。はい、次行こう。30連目。ちょっとトリプルゼッターとか金以外で出る気がしないので、ちょっとコメント読もう。SS 以上が出なかったらもうさっきのコメントになります。出てくれ、出てくる、出てくれ。はい、持ってる S、 スキルの秘伝書。そしてラストがドリンジート。 SS 以上出ないじゃん。わはは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 、はは一応単体も回しておこう。これは